Dunk Podcast。 どうもポッドキャストです。どうも、ということでございまして、もうすぐですよ僕らの単独も。早いね。早いですね。でまあ今いろいろやってるわけですけど、はいはいはい、まあ、これを話すべきか話さないべきか僕考えて、あ、ネタバレになっちゃうから、本編ではちょっとまあやめといたんですけど、はい、ポッドキャストはね、うん、ポッドキャストこそか、まあ、本編で話すほどではなかったっていう。いやいや、本編で話したいぐらいの面白いエピソードだったんですけど、単独に関係あるんだね。単独の ね、まあ、ね、撮影に行ったんですよ。僕らいつもコントをまあ何本かやって、その合間に映像を流すんですけど、はい、そうですね、映画と同じスタイルですね、うん、でまあその映像作品っていうのは結構まあ自分で言うのもなんですけど面白いようになって、まあ作ってるわけですよ、はいはい、でまあDVD とかにまあ DV まあするときとかは大体入らないですよね、まあ、権利の問題で、まあいろいろね。だから映像もコントも結局そのライブでしか見れないよ、うん、だからライブに来ていただきたいっていうこともあるんですけど、うんうん、まあまあなんていうんですかね、そのロケに行ったんです、うん、でその企画がふざけ登山っていう なんかそれ企画でふざけ登山、ある日まあこのネタ考えてた時に、うん、その酸素無酸素とか無酸素でなんか登りきる人とかいるじゃん。ああ、酸素のかエベレストボンベを持たないで。で結局登山って今登れてない山ってもうないから。ああ、世界中で。うん、登られてない山なんてないじゃん。あ、そう。全部登られたじゃん、山なんて。知らない。多分ね。うん、高い山も何から何まで。で結局今はこれをやめよう、これをやめた状態で登ろう。要は条件をつけて。世界初っていうのをやってるわけですよ。単独とかね。とか、いくつとかね。うん、年齢が。この道使ってとかね。この若さでとか。っていうようなことになってたんで、俺もそれちょっと感動して挑戦したいってことで、うん、ふざけて登っちゃおう。危ねえんだよ。何しろ危ねえんだよ。ふざけちゃダメなんだよ。ふざけて登山しちゃおう。それ今まで誰もやってない。だって先生に怒られる。疲れちゃうしね。途中とか大変なんだよ、それ、ね。それはどうかなと思って、うん、で、今回の単独ライブでその映像を流そうと思ってるんですけど、うん、そのロケがもうね、もう入りきらないんですよ、そのライブの編集の。何時間もかかるでしょ。そう、だからその模様が終始面白かったんですけど。ずっとふざけてるからでしょ。全部面白かったです、ね。全部面白かったんだけど、使えるのが結局すっごい短いから、うん、もうここで喋ってもいいかなと思って、うんうんうん。5分、10分を何回か。分けたとしてもね。ふざけて登山したことあります？ないかんない。ふざけて登山でも分かんない。ないでしょ。うん、めっちゃしんど。やっぱそうだね。やっぱ走っ、これね。いや、走っちゃったのでしょ。めっちゃしんどい。途中、泣いてましたからね。辛くて。俺が、まず、まず、今だよ、二人とも。まず、俺は普通の感じ。まず、リアルに俺が遅刻してるってね。そうそうそう。で、ふざけんじゃねえっていう。一時間遅れてますからね、集合時間にね。まあでも、カメラマンも一緒に遅れてるんで。あ、なるほど。うん、それも、俺も、その、とばっちり遅刻なの。どういうこと？その、ディレクターのやつが、うん、調べて、電車を。うん、で、まあ、家が近いから一緒に行こうっつって。うん、電車乗ったわけ。で、これでちょうど、着きますから、って乗ってたら、うん、どんどん、なんつうの、高尾山に行ったんだけど、どん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 さ、青梅の方に行ってんのよ。うんうん、うん、中央線ってことだね、うん。で、これさ、フッサとか、フッサとかになっちゃうけど、いいのって言ったら。お前の持ちだよね。高尾でね。やべえ、つって。立川で分かれちゃって。立川、うん。やべえ、つって。うん、間違えました。ドジなんだよ、菊池。間違えました、つって。遅刻しちゃってさ。うん、まあでも一回ふざけとったんだし。やっぱ大きくなるね、心が。ふざけてる。俺もふざけてるわけだし、つって、ツイッターに遅刻なうってふざけて、こう、つぶやいたりして。なんかね。ふざけていったわけ。で、最初からね。そう。で、もうある格好をしてね。うん。そう、それはまあ、来ていただいての。そうそう、今の人は登山の格好。ある。俺は登山じゃないよ。普通の私服。ああ。あるすげえふざけた格好。あるすげえふざけた格好で、電車で、俺向かってて。もうすでにね、電車の中から。うん、でも、1時間遅刻した状態で。1時間無駄なふざけた格好の1時間、ね。完全なふざけた形で登場してるんですよ。うん、で、もう、その絡みだけでも、
30分ぐらいふざけてますけど。多分やってますね、あれだけで。遅れてきたっていうので、ふざけてきたと。これ登ってさ、ふざけんの疲れてね。何時間かかるでしょ？まあ1時間弱ぐらいかな、登るの。そんぐらいのとこだったけどね。その前でふざけ続けて。ふざけ続けたね。いや、あれは見てもらいたいね。ぜひ。単独でしか多分見れない映像だと思う、ね。やっぱ、ノラダ DVD には入らない。まあ、どう、まあ、わかんないですけどね。うん、いろんな奇跡が起きてるからね。ああ、ちょっと今言えないね。なんか言えるやつは。何言、全部言っていいのかな。違うんだね。まあでも映像の力には勝てないけどね。ね口で言ってもね、うんうん。まあね。だからずっと石畳みたいになってるんだけど、うん、それを俺はもう網田だと捉えて、そのずっとその線通りに歩いてると全然進まない。大変だ、すげえ大変だ。あと基本的に、よく使ってたのは横歩きね。横歩きやってたわ。カニみたいじゃなくてやった、うん。そう。で、ふざけながら、ずっと登ってて、で、なんか階段とかを全力疾走してたの。あ、階段多いからね。はい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 。したらさ、ふざけた格好が災いして、どんな格好してんだよ。見たら楽しみだよ。ふざけた格好が災いしてさ、足を取られてさ、グギーってなって、で、完全にやばいのよ、もう。捻挫ね。ビギーってなったの。その階段を全力疾走してこいみたいな。うん、上で俺ら待って、カメラで待って、うん。俺は全力疾走しちゃうぜ、つって。ふざけてるからよ。ふざけてる。ふざけてるから。なんだそれ。本当に意味がわかんない。ふざけてるから漠然としてんだよね。ふざけるっていう。でも山にいないよ、そんなやつ。いない、やっぱり。ほんといない、うん、ずっとふざけてる、うん、ずっとふざけてる。で、うん、走ってたら、うん、その苔ってさ、うん、足を捻挫したわけ、うん、捻挫というかグギってなって倒れて、うん、したらもうゲラゲラ笑ってるわけ、みんなが。そうそう、ね、上で。でも俺は、こけてっから、本気でこけてっから死ぬほど痛かった。らしいんだよね。でもやべえ、とりあえずこれ面白い映像だから、登んなきゃと思って、とりあえずね。必死にこう登ったのよ。したらさ、俺もうさ、あのさ、あそこマックス笑ったわ。痛すぎて、もう鼻水とか出てきてね、もう痛すぎるから、必死に歩いて、必死に登り切ったらさ、俺がふざけてると思ってて痛いの。もう本気で痛いの。苦しい、まあ、階段も急だから、そうだね、苦しかったんだろうなって、息がね。ってぐらいで思ってたの、俺ら。そしたら今田氏とかが、とりあえず、お助けふざけグッズをいっぱい持ってて、俺がもう痛いからちょっと止めてくれって言ったわけ、カメラ。本当にこけたから、ちょっと頼む止めてくれって言って、俺よ、こう、完全にもうハイハイ状態になってた時に、あ、大丈夫ですかって言って、なんか鼻眼鏡みたいなのとか、俺走ってるから苦しいのにでっかい出っ歯つけられたりとか、あと、ふざけてなきゃいけないから。顔超苦しいって。超苦しいのに、電波でもう、電波がついてるから全然息が入ってないね。ふぅ、ふぅとか言って。で、鼻眼鏡はさ、なんかネジでさ、眉毛がさ、ウィーンって動くみたいになっててさ、それがずっと動いてんだよ。苦しい。でも、とりあえず足痛いし、苦しいし。止めてほしいんだよな、もうね。止めてもらいたいけど、それ取ってるから、それ待ってさ、とりあえず。待ってったら、もうなんかさ、悲しくなってきちゃって。バカ野郎つって叫んだら、もうなんか涙出てきた。痛いし、うん。ふざけてくれないよ、もうふざけてくれないよ。あんなに苦しいロケな。でも、痛いし、もう、って。でも、そっからもまだ、頂上行ってないですからね。行ってないんだ。まだ。それでも、そのシーンはぜひ見てもらいたいんだな。あそこ、マックス面白いからね。そっから、俺完全に足痛めてたのに、ふざけ切って登ってね。登山でちょっと感動があるね。感動あるんだ、それでも。もう空が見えた瞬間に、ヌーブラヤッホーとかね。久々聞いたわ、ヌーブラヤッホー。ふざけた。その時は俺足がどうなってるか分かんないから、ちょっと痛いなと思うぐらいで、飛び跳ねたりして、最終的にまあ、頂上まで行って、したらもう行ってからみんなでさ、もう頂上、高尾山の頂上、まあそばでも行こうが、つって。蕎麦屋に入ってさ、靴下脱いだらさ、信じられないぐらい足首が。ボッコ足首がソフトボールみたいになってんだよ。
はぁーと思って、俺、そしたら急に力抜けてきた。これやばいこれやばい。これやばいぞ、骨いってかもしれないからね。速攻、なんかさ、あの、ビジターセンターってさ、そこに行ったら、これまずいですね、つって。超ふざけてるから。俺さ、格好がさ、してんでしょ、もうめちゃくちゃふざけてるから、向こうも舐めてるみたいな。その人は、だからちょっと、先に行ってもらって、一人がね、一人すっごいあの、足が、捻挫が骨折してるっつって、すごい深刻な顔してたんだけど、俺が引きずりながら、入ってふざけてるから、この人ですかみたいな感じになって、でも足見せたら、これやばいですよ。ふざけてくる。裏行って、氷で。冷やしてもらって。ずっと冷やして。30分。すぐ冷やした方がいいからね。30分は動かないでください。うん、絶対そうだ。で、俺ふざけた状態の格好で、一人、千枚部屋で氷でずっとやっててさ、俺みんないねえんだよ。それ冷やしてよかったの。みんないない。4人ぐらいいたんだけど、みんないないってさ、俺一人で30分ずっとその部屋で氷で冷やしてさ。え、撮ってももらえないその部屋の映像は。もう撮ってる、最初は撮ってたんだけど、同じじゃん、動かない。30分動かないからつまんないと思ったのか言っちゃって。うん、確かに、変わりないからね。で、俺ずっと氷で冷やしてさ、誰とも話せないで、うん、30分後ぐらいにさ、コウさんが入ってきた、うん、顔が真っ赤なんだよ。こいつ俺が冷やしてる間さ、ずっと飲んでたんだよ、ビールを。そう、しょうがないよね、でもね。ベロベロになってんだ。ヤンツイ君、大丈夫みたいな。こうさ、おでんとビール飲んで5万円使う。最高だよね、でもね。山登ってね。何言うかと思ったら、これあれかな。待たなきゃいけないからみたいな。早く降りたいって。もうね、で、やること終わっちゃったもんね、もうね。確かに取れたからね。うん。空気出してきて。いや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 と思ってさ。あ、でも時間もだって1時間遅刻してるし、登るのも時間かかってるわけでしょ、まあね、ジグザグとかやってたら。降りなきゃいけないからね。この後。で、怪我するしさ。シップ、怪我するしさっていうのはよくわかんないです。怪我するから。うん、でさ、今まですごいふざけて、わーってやってたのにさ、やっぱりさ、足首がさ、見ちゃったから、ね、ソフトボールみたいになってるとさ、みんなさ、あーってなってさ、そりゃそうだよ、全員そうだよ。あーってなってさ、俺が一人でさ、一人で個室みたいなところにさ、はい、お笑いじゃないもんね。ずっと氷で冷やしてるところガッと開けたらさ、あーみたいな。怪我はもう引いてんだよ。引いた、そりゃそうだ、そりゃそうだ。だって理由がふざけてくる。ああ、なんでやったんですか、ふざけてる、ふざけてるでしょ、言わない。向こうにもね、なんでことになったんですか。誰も答えないんだよ。ああみたいな。まあね、ふざけてるとねみたいな、うん、それでもうその状態でさ、アイスのみたいなのを無理やり足首につけて、うんうん、あ、巻いてで杖もらってその杖だったんだ、ね、で降りてった、うん、でも降りてく最中もいい痛いからさ、うん、全然歩けないんだけど。なんで、ケーブルカーとかロープウェイとかあるじゃん。そこまでが1時間かかる。ああ、そっか。そうそうそう。もう今だしと、ゴーさんはもう酔っているから、ゴーさんとかが、スイ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 行くわけ。うん、怪我してないから、ね。俺怪我してっからさ、遅いじゃん。普通合わせんのに全然合わせなくて、ブワーって先行っては、俺が必死にこうやって行くと、なんか座って、はい、やっと来たか、みたいな感じで、また歩き出して、バフューって行っちゃって。遅いんだ、遅いってやってさ、地獄。ふざけないかよかったな。ふざけて登山なんてしなきゃよかったな。いや、もうダメだ。禁止、やめようもんな。でも、ふざけ登山としては、まあね、もうあの、初の、やっぱ登頂したからね。したからね。ふざけ登頂ね。で、だから、ふざけ登頂の怪我下山だから。理由がはっきりしてんだな。ふざけて怪我してる。ふざけ登山、怪我下山ね。うん、怪我下山中もいろいろ起きるからね。そこでも短そうだな、VTR。いや、でももう満杯だと思いますよ。満杯。怪我下山もやばかった、うん。あ、それはもう単独ライブでしか見れませんからね。まずはね。いいですね。パリオン、山ってさ、登ってた時にさ、一緒だった人と会うんだよね。降り際に。ああ、なるほど、帰り道ね。その時はバツが悪くてさ。あんなふざけてたのに葉っぱ怪我してる。あのふざけた格好で来るからだよ。あ
いつってさ、俺もう本当にふざけてたから、2時間近くふざけてたから、もう高尾山中の人がもう見てるぐらいの感じだ。そうだよね。ふざけてんなーって思ってたら、帰りさ、一緒になったらばったり会ったらさ、爪熱いついて。見て置いてかれて。あれやっぱり怪我した。語り草、語り草だよ。本当にもう、絵に描いたようなね。やっぱね、俺ね、リスナーに言っときたい。本当にふざけて登山ダメ。やらねえ。怪我下山しちゃうから。怪我下山。なんか、調子に乗ってな。うん、はしゃいだりしてるとか。ありそうだよね、遠足とかでよくね。ほんと怪我するね。あの、ふざけると。山とか怖いもん。ただやっぱ、ふざけ、やっぱ僕は、あれですか、うん、アルピニストっていうかね。ふざけアルピニスト怪我アルピニストじゃん。まあ、ふざけアルピニストとしては高尾山の次の山もやっぱり、行きたい気持ちはあるよね。あ、そう。大丈夫本当に。危ないよ。ふざけ富士ふざけ富士だけ一番やばいし。やばいやばいやばい。ふざけ富士の前にもう一回さ、うん、もう一回ちょっと近くでやらせてもらっていいかな、まあね、うんうん、やっぱね。ちょっと命が危ない、うん、ふざけのやっぱスキルを上げていかないと。ふざけの安全なふざけを。要は体力だろ。うん、そうそうね、体力もあるね。まあでもふざけってやっぱりね、湧いてくるよ。もう本当にいろんなところから。あ、ふざけが湧いてくるってどういうことですか。だからそのいろんな、その現場行ったら、うん、どこにでもふざけが眠ってると。そう、あとまあ怪我を引き寄せるよね。怪我がすごい忍び寄ってくるから。リスク高いね。そことの戦いになるじゃん、やっぱ。ふざけアルピニストで、だから挑戦してほしい山をね、俺募集したいと思って。ああ、なるほどね。ふざけてね。うん、この山を。これからやっぱふざけアルピニストっていうか、ふざけ登山が来ると思うんだよね。来ねえ。まず第一人者が怪我してるじゃん。かっこ悪いし。そのかっこよさがなかなかさ、いや、職業してる人じゃないと、やっぱり。楽しそうだったよ。みんな、うん、周りの人が面白かったよ、あれは。もう爆笑してましたからね、全編。